遅かったな。みんなはどうしたんだい？新しくしたんだ。機体の改良前にちょっとやっておきたいことがあってな。製図版はここに元からあったものなんだ。面白いから使っていた。いい道具というのは時代を超えて愛用されるものだ。それに設計図を印刷するための大型プリンタとか機材を揃えるのも高くつくしな。葵くんは何をしに来たんだい？していくといい。邪魔なはずないじゃないか。一緒じゃないのかい？どうして一緒にやらないんだ？
私も静かにしてよう。ここはさっきの問題の応用で。ふむふむ、なるほど、すごくわかりやすいです。あんた、さっきもそうやってうなずいてたけど、実は分かってなかったわよね。だって難しいんですもん。ヨルちゃんは、うわぁ、なんか試験とは全く無関係なすごい難しそうな専門書読んでる。試験勉強ならとっくに終わらせましたので。姉妹でこうも違うとは。それ言わないでください。まあしゃあないって、人間それぞれ得て不得てがあるものよ。私の得意なことって何でしょう。愛嬌があるわ、妹より。可愛いは正義だぞ。悪かったですね、可愛くなくて。いや、ヨルちゃんも十分可愛いから、それは間違いない。ところで、前から気になってたんですけど、もしかしてアマネさんのこと好きなんでしょうか。やっぱそう見えるか。あの人のことチラチラ見てるし、一緒にいるとなんだか幸せそうな顔してるわ。本人はうまく隠してるつもりみたいだけどね。少なくとも去年まではいなかったよね。見た目美人な上スタイルもいい。ちょっと変なところがあるけど、職場で声をかけられないことの方が不思議かも。うん、そうなのかな。あ、なんで小鳥がへこんでんの。そりゃへこみますよ。だって、そしたら青先輩振られちゃうじゃないですか。もうとっくに振られてるんだけどね。あんたさっきから何ブツブツ言ってんの。なんでもないわ。気になって勉強に集中できません。姉さんが言い出したんでしょ。でも気になるのは確かなんだよね。よし、今度確かめてみましょう。
しまーす。はぁ、あ、お腹いっぱいだ。それじゃあまた明日。